私の株主優待セレブ生活。毎日を楽しくする株主優待生活に密着。本日ご紹介するのはマンダム第一工業製薬レック株式会社。まずご紹介するのはマンダムです。ギャツビーやルシード、男性化粧品が主力です。また海外にも進出しております。株価はこんな感じ。おっとっと、こんなにいっぱい届いたんですよ。3月末が権利確定で100株保有でいただけます。マンダムの人気商品を5つ見ていこうと思います。まず1位がギャツビーのヘアワックス。これね、すごくよく見ますよね。3位と5位が優待に入っているようでした。こちらですね、このさっぱりのシートとかもよく見ますよね。保温のパックは早速使わせていただきました。ありがとうございます。はい、次は第一工業製薬。業務用の製剤が主力です。健康関連にも、事業を伸ばしているようです。株価はこんな感じで今少し下がっていますね。何が入ってるんだろう。初めていただいた優待です。じゃじゃーん、おっと、なんかいろいろ入ってますね。自社製品の詰め合わせ、お茶とかサプリメントとか入ってましたね。でこちらも3月の末が権利確定で100株保有でいただけるようです。この優待をいただいてる人を見たことないな。もらったことある方いますか？このね、天柱仮想結構読めないはい、そしてお次はレックです。掃除用品などですね。ご案内が入っていて、直近の株価はこんな感じです。今盛り返してきているという感じでしょうか。クリーナー嬉しいな。権利確定月が3月で100株保有でこのような優待がいただけます。こちら2000円相当入ってるようですね。さん、ありがとうございました。どれもね、今からの時期使えるようなものがいっぱい入ってます。私がね、ちょっと一つ気になったのがあって、それがこちらです。業界初、話題の肌成分美容液って書いてありますね。私のものにはアロエが入っていたんですけど、お肌をチェックしてみるのはちょっと楽しそうですね。はーい、おまけー。お茶が美味しいですね。で、こちらの優待が第一製薬さんのバトリーウーロン、和調ウーロンかな、いただいたものです。あのね、このお茶すごく苦味があって美味しかったんですよ。株価と配当金についても少しだけ見ていきます。こちらなんと、配当利回り 3.05% もあるんです。
一株配当が50円。年に2回分けて、支払われるようです。こちら本当にね、優待いただいてる方見たことないんですけど、優待もいただける上に結構配当も高いので、私的にはですね、いいのかなと思ってます。このカタログが優待と一緒に入っていたあのクーポンの分ですね。優待価格で購入できるようです。このサプリメントは何個も入ってたんですけど、なんかね苦味感じる。結構いただいた優待苦い系なので、すごく効く感じがあるんですよね。ちょっともらってる人も少なかったのでご紹介してみました。はい、今日もですね、見てくれてありがとうございます。毎日優待をすごく楽しく使わせていただいております。今回4月から7月に届いた優待をご紹介してるんですけど、一部除いて、紹介しております。除いた優待については、次回のですね、動画で詳しくご紹介するので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またねー。